次回のヒューマンウォッチャーはゴルファー須藤弥勒。楽しかった。普段は天真爛漫な7歳の女の子。しかしクラブを握れば180ヤードを飛ばす大人顔負けのドライバーショット。イエーイ。1歳半からゴルフを始めた天才少女は去年夏世界ジュニア選手権で2連覇を達成。そしてこの春なんと大人の公式戦に初挑戦。しかしおじちゃんに当てるような気持ちで才能ないんじゃないかお前。もうゴルフやだなとかって思わない？思わない。なんで？全然思わないね。壮絶な舞台裏に5ヶ月密着。これは娘の夢をさまざまな形で支える家族の物語。いいぞ弥勒。よく立ってください。